札幌競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。ノーブルルデンス前に行きそうです。成田スコープそれに続いています。さらにはノーブルウィー、ドバイの覇者スペシャルサクラ、その後ろアドマイヤノート、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から見ていきましょう。ノーブルルデンス先手を取りました。並んで足毛の馬体、レイデイ、その外に当選スカウト、スペシャルサクラ、好位をキープ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のスペシャルサクラ現在先団です。エトワールカップ前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。ノーブルルデンス先手を取りました。少し開いてレイデイ、その隣に当選スカウト、 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ13番ノーブルルデンス、2番手はレイデイ、ファイネルキルデア、3番手スペシャルサクラ、これはかなり後ろからの競馬です。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はノーブルルデンス、離れてレイデイ、その外からはエトワールピーク、内からはファイネルキルデア、短い直線に入って後続は届くかどうか。ノーブルルデンス先頭、差はほとんどありません。ノーブルルデンスここまでか。スペシャルサクラ、スペシャルサクラ、もう一伸び、スペシャルサクラ、スペシャルサクラ、一着、二着にはどうやらエトワールカップ、これが G1 馬だ。スペシャルサクラ。中京競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはアドマイヤハッスル、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアドマイヤハッスル花に立ちます。その後ろからはギャロッポステラ、この馬も上がっていく構えです。さらにはスペシャルサクラ、栗色の馬体、オートリーダーリン、その後ろノーザンチャート、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはフェアウィンド、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のスペシャルサクラ現在先団に取り付いています。アイルトンイーグル、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。先頭に戻りましょう。スーパーカフェ先手を取りました。その隣にアドマイヤハッスル、これに続くのがフェアウィンド、スペシャルサクラ、好位をキープ。その後ろからはグリーククレア、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ足毛の馬体、スーパーカフェ、アドマイヤハッスル、ほとんど差がありません。フェアウィンド、3番手スペシャルサクラ、いい位置、安城のゴーサインに応えるか。さあいよいよ直線の攻防、スーパーカフェ先頭、差はほとんどない。2番手はスペシャルサクラ、先頭を捉えるか。やはりスペシャルサクラ先頭だ。あと 200m、 一気に後続がやってきた。スペシャルサクラ差を広げる。2番手はノーブリリオン、スペシャルサクラ今ゴールイン、段違いの強さです。スペシャルサクラ1着、2着はノーザンチャート、これが G1 馬の実力だ。スペシャルサクラ。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス間もなく発走です。1枠1番、この最内枠からスムーズに好位置を確保したいところ。ルカレント、鞍上は人気薄での名手、一発の可能性は十分にあります。フローラルマリリン、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。マチカネクリスタル、この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。ストーミーランサム、前走での見事な勝利をここにつなげたいところです。名勝成功、この馬の差し足の鋭さはまさに一級品と言っていいでしょう。直線で自慢の末足が炸裂するか。ワーキングオール、鞍上は人気薄での名手、一発の可能性は十分にあります。シークレットチーフ、 G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。ロイヤルクラウン、この馬が今日の2番人気です。その走りに注目が集まります。ノーブルカレッジ、前走を解消しているこの馬、この舞台でどこまでやれるか注目です。ラストエンペラー、
うまくスローペースに持ち込んで逃げ残りを狙いたいところでしょう。サウンドガンディ、さあ昨年の最優秀ダート馬の登場です。ここを制すれば5倍が見えてくるスペシャル桜、 G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。大隅ギムレット、悠然としたその漆黒の馬体に何かを起こす気配を秘めています。待ちかね太陽、前走で敗れはしましたがまだ見限られるような馬ではありません。砂陣の向こうに G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。ケープノワール、さあいよいよスタートです。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のケープノワール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは大隅ギムレット、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて大隅ギムレット行きました。サウンドガンディ、これに続きます。内からはラストエンペラー、その隣にシークレットチーフ、その外に砂陣の向こうにマチカネクリスタル、そのうちに続いています。緑の帽子スペシャルサクラ、いい位置につけました。デカレント、そのうちに続いています。その後ろにケープノワール、その隣にマチカネ太陽、その横にワーキングオール、ロイヤルクラウン、すぐ後ろその隣にノーブルカレッジ、ストーミーランサム、すぐ後ろしんがりからフローラルマリリン、各馬砂煙を上げてかけていきます。各馬大欅を通過、ここでラストエンペラー先頭に変わりました。砂陣の向こうにほとんど差がありません。サウンドガンディ3番手、さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ、先頭はスペシャルサクラ、スペシャルサクラ先頭、2番手はラストエンペラー、追いすがる、残り 200m、 スペシャルサクラ先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はロイヤルクラウン、やはり強い、スペシャルチャクラ先頭は、スペシャルチャクラ1着でゴール、スペシャルチャクラ1着、2着にはどうやらロイヤルクラウン、これが世界を制した実力だ、スペシャルチャクラ。阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。メジロデイ前に行きそうです。マイネルキングダム、それに続いています。さらにはエトワールバースト、ホープフルステークスの勝ち馬ミスティックアロー、その後ろノーブルパサー、後方からもう一度先頭から先手を取ったのはエトワールバースト、その外からミスティックアロー、その隣にカチカチ山、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気のスペシャルサクラ、現在先端に取り付いています。東証バトラー、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはミスティックアロー、すぐ後ろにエトワールバースト、スペシャルサクラ後位をキープ、その後ろからはカチカチ山、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。先頭は依然としてミスティックアロー、2番手はスペシャルサクラ、絶好の手応えです。エトワールバースト3番手、さあスペシャルサクラ逃げ切れるか、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はミスティックアロー、スペシャルサクラ2番手、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはスペシャルサクラ、あと 200m、 一気に後続がやってきた、ミスティックアロー必死に追います。2番手はミスティックアロー、やはり強い、スペシャルサクラ先頭は、スペシャルサクラ1着でゴール、スペシャルサクラ1着、2着にはどうやらレースエトワール、これが世界を制した実力だ、スペシャルサクラ。
こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フラワーニース、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフラワーニース花に立ちます。その後ろからはスペシャルサクラ、この馬も上がっていく構えです。さらにはオンチグサ11番、タイムリーキュート、その後ろ、この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。それでは先頭からフラワーニース先手を取りました。すぐ後ろにオンチグサ、これに続くのがリターグレース、好位置をキープしています。スペシャルサクラ、その隣にタイムリーキュート、これに続いてロイヤルクラウン、黄色の帽子ダビッドエリート、その後ろ、その外にグローブオーロラ、並んで8番、ギャロップアップル、ラインヴィンテージ、この馬もこのグループ、その外からネバービューティー、並んで連勝中のレガシーバトラー、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として連勝中のフラワーニース、まだ粘っています。リターングレース、ほとんど差がありません。スペシャルサクラ、いい位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。フラワーニース先頭、スペシャルサクラ先頭、残り 200m、 スペシャルサクラ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はタイムリーキュート、スペシャルサクラ1着、スペシャルサクラ完勝、スペシャルサクラ1着、2着はタイムリーキュート、これが G1 馬だ。スペシャルサクラ。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アイランドスター、これは好スタート。ロイヤルクラウン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してロイヤルクラウン花に立ちます。その後ろからはアイランドスター、この馬も上がっていく構えです。さらにはオンチグサ、ドバイの覇者、スペシャルサクラ、その後ろ、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはオンチグサ、すぐ後ろにロイヤルクラウン、並んで13番、ハイランドスター。では前の方から見てみましょう。オンチグサ先手を取りました。すぐ後ろにロイヤルクラウン、スペシャルサクラ、好位をキープ、並んで連勝中のハイランドスター、オンダンディ、すぐ後ろ、これに続いてガルフメンバー、並んで1番、ノーザンスパークル、内からはノーブルカレッジ、ダンディ太陽、すぐ後ろ、その後ろからは北サンタイム、最後方にアロハメイク、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。連勝中のオンチグサ、依然として先頭、すぐ後ろにロイヤルクラウン、スペシャルサクラ、好位をキープ。さあ先頭は依然として連勝中のオンチグサ、ロイヤルクラウン、ほとんど差がありません。3番手にスペシャルサクラ、絶好の手応え、スペシャルサクラ、いい位置です。さあここからどうか、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはスペシャルサクラ、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 スペシャルサクラ差を広げる。2番手はロイヤルクラウン、スペシャルサクラ今ゴールイン、段違いの強さです。スペシャルサクラ1着、2着はノーブルカレッジ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはスペシャルサクラ。阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さて何が行くのでしょうか。エリモ将軍前に行きそうです。マスターセインとそれに続いています。さらにはスペシャルサクラ10番、タイムリーキュート、その後ろ、国士無双、どうやら後方からの競馬。それでは先頭から先手を取ったのはマスターセインと、その隣にタイムリーキュート、スペシャルサクラ、好位をキープ。その後ろからはエリモ将軍、その外にキラークイーン、向上面に入っていきました。1番人気のスペシャルサクラ、現在先頭を進んでいます。それでは先頭からスペシャルサクラ先手を取りました。その後ろにタイムリーキュート、マスターセインとそれに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ16番、スペシャルサクラ、タイムリーキュート、ほとんど差がありません。間を挟んでマスターセインと3番手、さあスペシャルサクラ、このまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。
さあ先頭はスペシャルチャクラタイムリーキュート続いています。間が空いてキラークイーン、さあいよいよ直線の攻防。スペシャルチャクラ先頭、3馬身から4馬身のリード。2番手はタイムリーキュート、残り 200m。 スペシャルチャクラ先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はヘリモ将軍、完璧です。圧倒的な強さを見せました。スペシャルチャクラ1着、2着は微妙です。これが世界を制した実力だ。スペシャルチャクラ。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フラワーニース、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフラワーニース花に立ちます。その後ろからはスペシャルサクラ、この馬も上がっていく構えです。さらにはオンチグサ11番、タイムリーキュート、その後ろ、この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。それでは先頭からフラワーニース先手を取りました。すぐ後ろにオンチグサ、これに続くのがリターグレース、好位置をキープしています。スペシャルチャクラ、その隣にタイムリーキュート、これに続いてロイヤルクラウン、黄色の帽子ラビットエリート、その後ろ、その外にグローブオーロラ、並んで8番ギャロップアップル、ラインヴィンテージ、この馬もこのグループ、その外からネバービューティー、並んで連勝中のレガシーバトラー、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として連勝中のフラワーニース、まだ粘っています。リターングレース、ほとんど差がありません。スペシャルチャクラいい位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。フラワーニース先頭、スペシャルチャクラ先頭、残り 200m、 スペシャルチャクラ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はタイムリーキュート、スペシャルチャクラ1着、スペシャルチャクラ完勝。スペシャルチャクラ1着、2着はタイムリーキュート、これが G1 馬だ。スペシャルチャクラ。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アイランドスター、これは好スタート。ロイヤルクラウン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してロイヤルクラウン花に立ちます。その後ろからはアイランドスター、この馬も上がっていく構えです。さらにはオンチグサ、ドバイの覇者、スペシャルチャクラ、その後ろ、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはオンチグサ、すぐ後ろにロイヤルクラウン、並んで13番、ハイランドスター。では前の方から見てみましょう。オンチグサ先手を取りました。すぐ後ろにロイヤルクラウン、スペシャルチャクラ好位をキープ、並んで連勝中のハイランドスター、オンダンディ、すぐ後ろ、これに続いてガルフメンバー、並んで1番ノーザンスパークル、内からはノーブルカレッジ、ダンディ太陽、すぐ後ろ、その後ろからは北サンタイム、最後方にアロハメイク、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。連勝中のオンチグサ依然として先頭、すぐ後ろにロイヤルクラウン、スペシャルチャクラ好位をキープ。さあ先頭は依然として連勝中のオンチグサ、ロイヤルクラウン、ほとんど差がありません。3番手にスペシャルチャクラ、絶好の手応え。スペシャルチャクラいい位置です。さあここからどうか、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはスペシャルチャクラ、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 スペシャルチャクラ差を広げる。2番手はロイヤルクラウン、スペシャルチャクラ今ゴール、段違いの強さです。スペシャルチャクラ1着、2着はノーブルカレッジ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはスペシャルチャクラ。
阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さて何が行くのでしょうか。エリモ将軍前に行きそうです。マスターセインとそれに続いています。さらにはスペシャルサクラ10番タイムリーキュート、その後ろ国士無双、どうやら後方からの競馬。それでは先頭から先手を取ったのはマスターセインとその隣にタイムリーキュート、スペシャルサクラ好位をキープ。その後ろからはエリモ将軍、その外にキラークイーン、向上面に入っていきました。一番人気のスペシャルサクラ現在先頭を進んでいます。それでは先頭からスペシャルサクラ先手を取りました。その後ろにタイムリーキュート、マスターセインとそれに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ16番スペシャルサクラタイムリーキュート、ほとんど差がありません。間を挟んでマスターセインと3番手、さあスペシャルサクラこのまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はスペシャルサクラタイムリーキュート続いています。間が空いてキラークイーン、さあいよいよ直線の攻防。スペシャルサクラ先頭、3馬身から4馬身のリード。2番手はタイムリーキュート、残り 200m、 スペシャルサクラ先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はエリモ将軍、完璧です。圧倒的な強さを見せました。スペシャルサクラ1着、2着は微妙です。これが世界を制した実力だ。スペシャルサクラ阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。カフェアメジスト4スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくカフェアメジスト行きました。続いて前へ行くのはチェリーリコール、さらにはノーブルイースト、2番サマーシュタイン、その後ろもう一度先頭から見ていきましょう。カフェアメジスト先手を取りました。12番スペシャルサクラ2番手を追走しています。並んで13番タイムチャンピオン、その後ろからはノーブルイースト、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のスペシャルサクラ現在先端に取り付いています。タコちゃんゾウさん、前走は人気を裏切ってしまいましたが今日はどうでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはカフェアメジスト、間が空いてタイムチャンピオン、ピンクの帽子ラストグライス、その後ろ好位置をキープしています。スペシャルサクラ先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。さあ先頭はまだ3番カフェアメジスト、まだ粘っています。2番手はタイムチャンピオンラストグライス、3番手スペシャルサクラいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はカフェアメジストラストグライス続いています。ラインチャンピオン続いています。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭はスペシャルサクラ突き放しにかかります。あと 200m、 スペシャルサクラ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は国士無双、先頭はスペシャルサクラ1着でゴール。スペシャルサクラ1着、2着にはどうやら国士無双、これが世界を制した実力だ。スペシャルサクラ函館競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。ツインビバージェ前に行きそうです。パーフェクトエイム、それに続いています。さらには名勝成功、8番メジロアラウンド、その後ろシンボリキャンドル、どうやら後方からの競馬。前に戻りましょう。先手を取ったのはエトワールソウル、緑の帽子パーフェクトエイム、その後ろすぐ隣にツインビバーチェ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のスペシャルサクラ現在先端に取り付いています。パーフェクトエイム前走に続いてここも連勝なるでしょうか。先頭に戻りましょう。エトワールソウル先手を取りました。これに続いてメジロアラウンド、
パーフェクトエイム、すぐ後ろ並んで前哨戦の勝ち馬ツインビバーチェ、クリアエトワール、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてエトワールソウル、メジロアラウンド、ほとんど差がありません。パーフェクトエイム、3番手スペシャルサクラ、いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭変わりました。先頭はスペシャルチャクラ、カバーを一気に打ち切ります。2番手はパーフェクトエイム、スペシャルチャクラ今ゴールイン。段違いの強さです。スペシャルチャクラ1着、2着はパーフェクトエイム。これが世界を制した実力だ、スペシャルチャクラ。阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。エリモ将軍、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくエリモ将軍行きました。続いて前へ行くのはマックスブラッド、さらにはダークトリック、9番ストップザスイーセー、その後ろニュースレース、後方に控えました。もう一度先頭からエリモ将軍先手を取りました。マックスブランドすぐ後ろ並んで14番エイシンダンジグ、ストップザスイン星、この馬もこのグループ、スペシャルサクラ好位をキープ。並んで6番アイクウェルダークトリック、この馬もこのグループ。すぐ隣にパピルス、内からはレギュラーリーグ。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。1番人気のスペシャルサクラ、現在馬群の中ほどにつけています。では前の方から見てみましょう。エリモ将軍先手を取りました。その後ろにミスティサプライズ、さらにはマックスブラッド、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ10番エリモ将軍、ミスティサプライズ、ほとんど差がありません。マックスブラッド3番手スペシャルサクラ、いい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はエリモ将軍、ミスティサプライズ続いています。スペシャルサクラ好位を追走、4コーナーをカーブして、さあこれからです。エリモ将軍先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 先頭はスペシャルサクラ。エリモ将軍必死に追いすがります。2番手はエリモ将軍、スペシャルサクラ、この馬で決まりか。スペシャルサクラ1着、スペシャルサクラ完勝。スペシャルサクラ1着、2着はわがまま娘、これが世界を制した実力だ、スペシャルサクラ。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに、牡馬の壁すらも飛び越えるか、それとも牡馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。1枠1番、この最内枠からスムーズに大位置を確保したいところ、クイックシルバー。2番人気は今年の秋華賞馬、鮮やかな勝利は記憶に新しいところ、その勢いをここでも生かしたいホワイトマーメイド。続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります、メイクキャット、はるばる海外から参戦。このレース注目の一頭です。今日はどんな走りを見せてくれるでしょうか。ハードソウル、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。プレタポルテ、大いにつけハイペースで行けばゴールが見える。ザンジバル、この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。ボンドーソフィア、今年の桜花賞馬の登場です。距離延長がどう出るか。キャロットスティール、また一頭影の実力馬が登場、好走を期待したいところです。当選ソノ、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。ラストソノ、はるばる海外から参戦、このレース注目の一頭です。今日はどんな走りを見せてくれるでしょうか。マックスキャロット、鞍上は人気薄での名手、一発の可能性は十分にあります。アドマイヤポケット、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。春菊、語り継がれてきた足毛の勇者たち、その伝説を受け継ぐことができるか。宝泉エッジ、前走で敗れはしましたがまだ見限られるような馬ではありません。フッフール、今年のオークス馬の登場です。ここ淀で宇宙の再現を狙います。スノーナチュラル、この馬が一番人気に支持されました。見事期待に応えられるでしょうか。スペシャルチャクラ、
高知を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。アラビアンソフィア、さあいよいよスタートです。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のアラビアンソフィア、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。クイックシルバー好スタート、アラビアンソフィア、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくクイックシルバー行きました。続いて前へ行くのはアラビアンソフィア、さらにはマックスキャロット、4番ハードソウル、その後ろ当選エッジ、どうやら後ろからになりそうです。では前の方からクイックシルバー先手を取りました。その外からアラビアンソフィア、緑の帽子マックスキャロット、その後ろその外から春菊。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気のスペシャルサクラ現在先団です。ホワイトマーメイド、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアラビアンソフィア、さらにはハードソウル、その後ろに春菊、並んで11番マックスキャロット、その後ろからはクイックシルバー、先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。さあ先頭はまだ連勝中のアラビアンソフィア、2番手はハードソウル、マックスキャロット、3番手スペシャルサクラ、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアラビアンソフィア、ハードソウル続いています。並んでマックスキャロット、クイックシルバー、その後ろ春菊続いています。並んでラストソノ、スペシャルサクラ続いています。スノーナチュラル、その後ろ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アラビアンソフィア先頭、差はほとんどない。2番手はハードソウル、残り 200m、 アラビアンソフィア先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ホワイトマーメイド、外から一気にスペシャルサクラ、スペシャルサクラ、スペシャルサクラ、1着2着にはどうやらホワイトマーメイド、これが世界を制した実力だ。スペシャルサクラ